ポルフィロゲネトスの宮殿は13世紀後半にコンスタンティノープル北西部に建設されたビサンツ帝国の宮殿。トルコ語ではテクフル・サラユと呼ばれる。ブラケルナエ宮殿の一部として建設されたこの宮殿はボーコレオン宮殿遺跡、コンスタンティノープル大宮殿遺跡などと共にコンスタンティノープルに残る数少ない宮殿遺跡であり、また、 ビザンツ時代の建築を今に伝える建造物としても貴重である。ポルフィロゲネトスの宮殿は13世紀後半もしくは14世紀前半にブラケルナエ宮殿の一部として建設され、ブラケルナエ地区におけるテオドシウスの城壁の一部を構成した。その中からすると一見して10世紀の皇帝、コンスタンティノス7世ポルフィロゲネトスと関連があるように見えるが、 実際には彼より数百年も後に建設され、ミカエル八世、パレオロゴスの息子コンスタンティノスパレオロゴスにちなんで名付けられたものである。ポルフィロゲネトスとは紫に生まれるという意味で皇帝になるべくして生まれた巫女を指す。ポルフィロゲネトスの宮殿はビザンツ帝国末期の皇帝の住居として用いられた。ポルフィロゲネトスの宮殿は1453年の コンスタンティノープル陥落の際に大きな被害を受けた。16世紀から17世紀にかけては、スルターンの動物園の一部として使われたが、17世紀末までに動物はいなくなり、宮殿は売春宿となった。1719年、ここにテクフルサラユトウキ工房が生まれた。ここで製造されたセラミックタイルはイズニクタイルに似ているが、ヨーロッパのデザインや、 色彩の影響も強い。この工房は5つの窯を持ち、陶器の器や皿も製造していた。しかしこの工房も1世紀ほどで営業を終え、19世紀前半にはポルフィロゲネトスの宮殿はイスタンブールに住むユダヤ人のための旧品院となった。20世紀前半に一時期ボトル工場になったが、間もなく放棄された。最終的に正面の一部の手の込んだ。 恋愛石作りの建築だけが残り、今にビサンティン建築を伝えている。2015年3月に改修工事が完了し、現在では屋根とガラス窓がついている。ポルフィロゲネトスの宮殿は、テオドシウスの城壁の北端の内壁、外壁間に立つ3層構造の大規模な宮殿である。地上階は4つのアーチに支えられたアーケードになっており、 そこから中庭に入って見上げると2階に5つの大きな窓を見ることができる。最上階はテオドシウスの城壁より高く四方すべてに窓がある。東側にはバルコニーの一部が残っている。建設当時の屋根や床はすべてなくなっている。残存している壁を見ると赤いレンガと白い大理石を組み合わせたビザンティン建築後期に 典型的な幾何学的デザインが施されている。バン・ミリンガン、P109 トレッドゴールド、P746 ブレア、P237 フリーリー、P270。ありがとうございます。